おはようございます。越後雄在です。高崎駅から、国道17号を走る旅の2日目でございます。今日はここ越後湯沢駅から第一目標は長岡駅まで走りたいと思います。昨日ちょっと上りで痛めちゃった右膝が、まだちょっと痛いんですけど、様子を見つつゆるゆると走っていきたいと思います。では本日も安全運転で行きたいと思います。よろしくお願いします。さて駅前からスタートです。いや昨日かなりストレッチやら入浴やらで回復を試みたのですが、どうなんですかね。どれぐらい回復してるのやら、しばらく走ってみないと分かんないですよね。昨日もう着いた時真っ暗だったんで、この近辺全然撮影してないんですけど、山に囲われてますね。さてこれで17号に復帰ですね。まずは浦沢駅ですね。浦沢駅に降りていきます。新幹線でいうと越後湯沢の次が浦沢駅で、浦沢駅の次が長岡ですね。昨日初めてホテルでサイクルウェアとか洗濯したんですけど、上のポロシャツはすごい乾きやすいものを持ってきていたので問題なくて、で意外と早く乾いたのが靴下、コットンの靴下で、で最後まで乾かず、今もちょっと湿っているのがリグですね。特にパッドの部分が乾かないですね。そんなもんなのかな。手洗いなのでそんなに汚れはあれなのかもしれないですけど、とりあえず塩は落ちてるはずなので、これをなんか毎日繰り返して1ヶ月とか旅してる人とかは本当すごいですよね。天気は昨日よりも今日はテレビで晴れて暑くなるって言ってたんで、水分補給とかをしっかりとしつつ越後平野へ下っていきましょう。出発早々アップダウンはあるわ。片側車線規制でなんか急いで上りを通らなきゃいけないわで、なかなかハードですが、美濃網魚沼市へ入ります。いやおかしいな、下り貴重だと思ったんですけどね、やっぱり上りはつきもんなんですね。車でほとんどこんなとこ走ったことないですけど、車で走ってると分かんないことですよね。さあ下りなのかな。今西内丸山スキー場を過ぎたところです。しかしこの、なんか工事の幕が、この苗場湯沢で、この石内まですごいですよね。リゾートマンションが豪華っちゃ豪華でしたね。渋滞もすごかったですけどね。関越道とか今も渋滞するけど、あのバブルの頃の日じゃないですよね多分今で。なんか少し平野っぽいところが見えてきましたね。そしてまた片側一車線通行。いやこの辺最高ですね。出て気持ちいい。四方八方にスキー場がありますね。稲刈りしてます。稲ママがいらないよと言っている私の自撮り映像でございます。昨日全然来れなかったので今日は多めで行こうかなと嫌がらせですねでりなちゃんは俺喋んなくていいと、店長喋んなくていいと言ってるらしいですが、喋らないと私のチャンネルにならないので喋りますいや新潟最高、気持ちいい。やっと平坦下り基調が続いております。
膝も多少痛いですけど、今のところは大丈夫です。サイクリング最高。今塩沢駅入り口に来ております。悲しいお知らせです。国道17号200キロポストをいつの間にか通り過ぎてました。どこだったんでしょう。あの暗闇で過ぎてたのかな。ショック。夜走りはダメですね。夜走りはだいぶ標高が多分下がってきたんでしょうね。暑いです。でも気持ちいい。関越道六日町インターチェンジでもって、まあ、大江金鶴の生誕の地らしいですよ。東京から225キロ。いやだいぶ直線道路に飽きてきましたね。いやでも景色は最高。景色最高。空気も最高。雲が多いんで割と涼しくなる瞬間が多くて気持ちいいです。走ってて。でも直線道路にはちょっと飽きてきた感じですね。だからといって登りたくはないです。平坦か下りでいいです。平坦か下りのちょっと曲がってる道に走りたいかなって感じですね。八海山登山口スキー場。八海山美味しいですよね。お酒飲んでた頃八海山ばっかり飲んでましたね。あとなんだっけ、千寿とか万寿とかあったのは何でしたっけ。あれですね、あれか八海山かどっちかでしたね。まあそれももう8年以上前の話ですが、8年前にお酒やめてしまったのでダイエットのために。なんか浦沢遠いですね。浦沢もうちょっとなんか近いのかなと思ってたけど、あなんか正面に東京から230キロという大きな看板が。いやまだまだ直線道路は続きますね。遥か彼方まで見えてますもんね。でなんかしかも登ってますよねあれね、先ね。まあ多分ゴーブロだと見えないと思うんですけど、ゆるく登ってますね。浦沢に着いたら休憩しようと思います。いや最高。なんか朝からずっとそれしか言ってないかもしれないけど、本当に新潟のここ気持ちいいですね。越後湯沢からの道はすごいおすすめです。気持ちいいですね。これ多分17号じゃなくてもうちょっと別の道とかもあんのかな。もうちょっとのどかな道をずっと走るのもありですね。まあ、今回初見なんで三国街道17号をずっと走ってますけど、やっと浦沢駅到着ですね。なんか大した距離じゃないんだけど、えらい遠かったイメージが、イメージじゃない感覚ですね。感覚ですね。さて浦沢駅のコンビニで休憩しまして、これから小千谷駅の方に向かっていきます。まあ、長岡の手前になるんですけど、その辺でちょうどお昼がいいかなと思っております。ちょうどここの浦沢までが2時間で30キロぐらいでした。まあ下り基調で快調に飛ばせる場所もあったんですけど、上りもあったりして、でまあ膝が痛いし2日目なんでゆるゆると走ってたんで、まあでも移動平均速度が15キロだったら悪くないんじゃないですかね。今時刻が11時20分。
ちょうど小千谷に着くのが1時過ぎぐらいじゃないかなと予想はしています。お店も少し空いてるんじゃないかなと。もう少しすると魚野川沿いなのかな、あ道が。割とこの辺は山が、まあ低いですけど低い山が迫ってますね。右側魚野川来ましたね。綺麗ですね。なんか昨日利根川かはだいぶ濁ってましたけど、ここは全然濁ってないですね。路肩がないので右側の歩道に逃げたいところですが、渡るのもままならない。ちょいと寄り道。これくらいの高さなら大丈夫。すごいですね、トンボが。あっちが浦佐駅ですね。こっちが下流。あそこに園庭の上道あるのかな。なんかありそうだけどなさそう。ちょっとよくわからないですね。さあ、あんまりのんびりしてるとまた工程がきつくなるので出発します。東京から240キロ地点です。250キロはちょっと、もしこの看板があれば見逃すことはないでしょうね。多分200キロ地点この看板なかったと思うんですけどね。どうして見逃してしまったのか、残念。今魚野川を渡ったところでサイクリングロードっぽい、サイクリングロードじゃないですね、ただまあ川の堤防の上の道を見つけて、地図で確認したら小出の町ぐらいまではこれで行けそうなので、ちょっと国道17号離れてこっち行こうと思います。これ ずっとグラベルにならずにこのまま舗装が続いててくれると嬉しいですね。いや新潟県大丈夫でしょう。信濃川もあんな立派な川沿いの道続いてたし、やっぱ川沿いサイクリングは上流から下流が絶対いいですよね。下ってるわけだから。おお直線だ。いや気持ちいい。ちょっと向かい風気味ですけど全然全然 OK ですが、トラックが走ってきた。まああれぐらいなね、ちょっとしょうがないですよね。あ、なんか左側にも道があるんだ。いやいいですね。いやこの開放感たまらないですね。山は綺麗だし川も綺麗だし、なんか車の音しないし、いやここ入って大正解。まあ17号貫通というところはちょっとダメになっておりますが、まあまあいいんじゃないですかね、少しぐらい。今ウェット来たおじさんたちがたくさん歩いてたので何かと思ったら柳ですね。え、あれ柳でしたよね、確か川の真ん中に仕掛けてお茶湯とか取るやつ。大きい。魚野川の鮎の転がしですよね、これ多分。稲刈りの合間に来てるんですかね。鮎釣り愛好家は農家が多いって言いますからね。目の前が小出駅ですね。
駅前はそんなにないんですね。これ橋渡った向こう側が商店街みたいなのがあったので、こっちは本当に駅だけなんですね。もうちょっとすると国道17号に合流します。なんか地図見ると右岸の方にサイクリングロードみたいなのがありそうなんですけど、ひとまずここで17号に行きしてみようと思います。やっぱ踏むと膝痛いですね。くるくる回してるだけなら大丈夫なんだけど、今みたいな坂ちょっとダンシングで登るだけでも痛い。気泡です。なんと先ほど小出からじゃない小出の町を、バイパスするので魚野川の、堤防の道を走ってる最中に国道17号の250キロポストを通り過ぎてしまったようです。やっちまいましたね。何も考えてなかったな。東京まで253キロ。なんでこっち側に東京までを乗せるかな。なんか俺が逆を走ってるより怖いな。逆走ってないよね。大丈夫だよね。なんだあの看板怖いな。いやー250キロポストを逃しましたね。次は300キロポスト。300キロポストは逃さないように。つうかそもそも300キロあと50キロ今日走れんのかな。膝痛いな。そろそろ川口です。川口といっても埼玉ではなく越後川口ですねで、その川口を通過するのにちょっと登らなきゃいけないんですよね。で17号が、魚野川の右岸の方を通っていくんですけど、そっち登るにしても100メーターぐらいで、左側の左岸の方行っても100メーターぐらい登らなきゃいけないみたいで、ただ今ちょっと100メーターでも登るのはこの後の工程考えるとなるべく避けたいなと。でも地図見てもいまいちいい道が見つからず、でまあこの地形見てればそれも致し方ないのかなと。思いっきり山に挟まれてますからね。だから左岸の方がワンチャンそんなに登らなくても済みそうなところがあるので、東川口という交差点から関越道の越後川口とかのインターチェンジがある方にちょっと降りていって、なんとか登らずに越後川口小千谷を、通過する道を見つけたいと思います。魚野川もだいぶ広くなってきましたね。鉄道通ってくれないかな。絵になるんだけどな。まあお昼の12時半だから地方路線って一番走ってない時間ですよね。ここ橋渡るのにこの坂登んなきゃいけないみたいですね。あーこっち回ったの失敗かな。右足使わないで左足だけで行けるところまで、これぐらいの距離だったら片足だけでもなんとか登れるもんだな。ビンディングシューズ最高も。すげえダクってますねこの川。広いなあ。信濃川なんだ。 あそこで魚野川と合流なんだ。へえ。魚野川終了点までほぼ走った感じですね。おお、信濃川すごいな。ダクっちゃって左側に関越道が走ってますね。想定してた
道は上り坂でしたね。あの右側が平坦かなと思ってたんですけど、左行くと上る越後川口の方に、ただ下手になんかもう右行くよりこのまま左側でゆるゆる登っちゃった方がいいのかな。右もどういう道になってるか分かんないですもんね。ちょっともう一度ここから地図アプリで確認して、なるべく勾配の少ないところを探してみたいと思います。結構な勾配です。いやー、これなんか失敗した感があるな。17号の方走ってればよかったかも。シッティングより多少ダンシングの方が楽かな。いやー、結構な勾配。これ今回の旅で一番勾配あるかもしれない。空に向かっちゃってもんな。この休むダンシングができるのはロードバイク 700cc の大きいタイヤじゃないとなかなかできないんですよね。ミニベロでは僕みたいに体重重いとシッティングよりはこの休むダンシングの方がある程度は楽ですね。ただ体重ペダルにかければいいだけなので。今も膝が痛いから足の筋肉あんま使ってないのがよくわかるし、やばい。やっぱり座って回し始めると痛い。膝がやっぱ立つ方が楽ですね。まあ、もうちょっとでお昼なので頑張りますよ。すごいなんか高原地区これはこれでまた景色いいですね。越後川口のインターすごいところにありますね。まあでも淡路島のインターもこんなような雰囲気のところありますよね。まあ、さっきの上りはちょっとしびれだけど、車がそんなに走ってないので気持ちいいのは気持ちいいですね。まあ、信濃川がすごい遥か下に見える。あそこ行ってみようかな。ちょっとね、残念ながらガクってるので周りの景色に水が溶け込んじゃってますけど、信濃川ですね。はい、先進みます。ようやく小千谷の市街地に入ってきました。今1時24分ですね。この先に綿屋さんというお蕎麦屋さんがあるので、そこでランチ休憩にしたいと思います。すごい、この小千谷は高台に町があるんですね。まあ、さっきちらっと信濃川見えましたけど、この辺すごい信濃川幅広いですもんね。水害を考えるとこれぐらい高いところにいた方がいいんでしょうね。そばどころ綿屋ありました。混んでるかな。まだ車はたくさん止まっている。綿屋さん美味しかったです。タレカツ丼とヘビそば食べました。で、小千谷はこれで終了して、あと17キロぐらいで長岡駅なので、まずは長岡駅行って、僕のコーストトゥーコーストを完遂させようと思います。で、長岡駅行ってからその後のことを決めたいと思います。
ではまた17号に復帰します。国道17号復帰ですね。いや、上りがなくてよかった。大津屋から下ってほぼ平坦のところをちょこっと来た感じで17号復帰できたので、でこの後もほとんどもう登らないで長岡駅までは行けるらしいので、越の大橋というところみたいです。ここで小千谷市と長岡市が分かれるんだ。大きな堰が。おーおお、すげえ。鮭の絵が描いてあるけど、ここ鮭が上がるの。今こんな感じでちょうだくってますけどね。川の下流方向に遠くに見える2つのポコポコっとした山は、あれは例の弥彦山ですかね。どこ行ってもあれ目指せばとりあえずって小峠さんが言ってた。でもこんな遠くから見えるのかな。もしそうだったら弥彦山すごいですね。うわ、ちょっと怖い。弥彦山はあっちの方に見えるっすよね。あ、わかんない、弥彦山かもしれない。越後滝谷どっちだろう、駅ですね。そしてその横はまたもや直線地獄と。でももうすぐで右側の山が終わるので、これで完全に越後平野に入るんですかね。周りに何もない感じで。ちょっと怖いのがずっと向かい風なんですけど、これが越後平野入ったらどう吹くかですね。これ追い風になってくれればもうあと平坦なんで、だいぶ距離も稼げるんですけど、向かい風だと全く距離伸びないですからね。この越路というところで十日町インターチェンジで出てるんですけど、なんか自転車別に進入禁止の看板はないんですが、長岡駅行く場合はここから側道入って線路沿いの道を進むのがいいとナビタイムも言っているので、そっちを進みます。まあ、17号貫通するんだったらこのまま上行っちゃった方がいいんですかね。まあ、でもおかげで登らなくて済むので助かりました。向かい風が結構強いですね。もうすぐ10月ですけど、いや本当にこの時期ってお昼過ぎると急にずっと夕方が長いというか、夕方の時間がすぐに来てそれが長く続くというか、そんなイメージですよね。白いボートの撮影の時とか午後に取材組んでると、本当この時期は辛かったですね。ホワイトバランス調整してなんとか白く見せて撮りましたけど、そのまま撮ってると黄色くなっちゃって、まあ、そんなの9月10月11月ですね。だんだん昼間が短くなっていきますね。寂しい。小千谷もちょこちょこ道茶色かったですけど、長岡来たら急に道が茶色くなりましたね。これなんか地域性があるんですかね。この冬の水まくやつで、まあ茶色くなると思うんですけど、とかも茶色いところは茶色かったのかな。あまり気にならなかったですね。ここ来てなんかすごく気になりますね。いや、国道じゃなくても直線地獄ですね。新潟直線の攻めがやばいな。 DH バーがあると楽かもしれないですけど、
あれは使ってる時以外はただの邪魔でしかないですからね。しかも結構疲れるし。右に線路があって、さっき電車が2両の電車がビューと走ってて、で今左からも線路来てて、まあ、合流するみたいなんですけど、で右手1時ぐらいの方向に街が見えるから、まああそこが長岡なんでしょうが、新幹線はどこから登場するんですかね。全然新幹線の高架が見えないですよね。ようやく長岡駅に入る最終的な手前のところまで来ましたね。ここ右に曲がると長岡駅です。ただこれで走行ログを落とせば、ここの交差点で赤い線がつながるはずなので、これで僕の小田原から新潟駅までが1本の赤い線でつながってるはずです。 C2C 達成ですね。いや、地図見るの楽しみですね。今が時間が3時12分、で距離が 79.77 だから、ちょうど駅まで行ったらちょうど80キロぐらいですね。長岡駅です。